柳田し財団の小学生として、うん、スタンフォード大学に進学されておられますで。まず初心者向けに質問なんですが、その一般的に高校生が海外大学に進学する際には、なんかどういった奨学金があって、坂本さんはどういった奨学金を比較検討されたんですか本当にいろいろあるんですけど、まあ、政府がやっている JASSO の奨学金であったり、民間だと小さい額のものから大きな額までいろいろあるんですけど、 スタンフォード大学のように学費が高い場合、返済不要で支給額の大きい奨学金を特に比較検討しました。その結果、佐々川平和財団と柳井正財団を最終候補とし、両方とも合格しました。返済不要で金額が大きい奨学金については、まあ、あのちょっと私の TikTok とかでも紹介していますので、ぜひチェックしてみてください。概要欄 展示させていただきますのでご覧いただければと思いますでスタンフォード大学に進学して学生生活を送る場合、学費住まい生活費の3つがまあ大きくかかりますが、ない正しい奨学金はどこでサポートしていただけるでしょうか学費、料費、食費、その他の生活費すべてカバーしてくれます。年間で9万5万五千ドルの支援を受けており、往復の交通費を まあえー、飛行機代ですね。もう1回分支給されます。まあ、本当にありがたいですね。学生に選ばれるには、まあ、どういった要件や出願書類があるのかということと、まあ、これは大学からオファーをもらった人のみ出願できる感じなんですか、まあ、日本国籍を持ち、20歳以下でアメリカやイギリスのトップ校に進学したい人を対象としています。また、えー、両親の年収に関する制限があり、最近制限額が上がったので、詳細は。 財団のウェブサイトで確認してみてください。出願には両親の課税証明書、学校の成績、推薦上一通、課外活動や趣味に関する回答とエッセイ3本が必要です。予約型と合格型の奨学金があり、予約型は大学受験前に、合格型は大学出願後に出願できます。あの2ラウンドありますね。 スタンフォードの出願のはそは、そのベネッセさんの検索サービスをご利用されたわけなんですけども、この財団の準備処理を準備する際は、やはり基本的には、このスタンフォードに出願したものをベースに作成されたっていう感じなんですスタンフォード大学に出願した時のエッセイとは異なり、まあ、ちょっと自分の夢とかに関するエッセイだったので、まあ、ちょっとエッセイの内容は違ったんですけど、私の強みや弱みについては、両方のエッセイで同様に表現しました。 これもベネシセさんの添削サービスとかは利用されたんですかあお同じです。日本語と英語を両方できるので。なんかインタビューってこれ、どんなことを聞かれたか覚えてらっしゃいますかすみません。具体的な質問内容は明かせないんですけどあの、エッセイで書いた内容を復習し、あと自分の夢を明確かつ具体的に説明できるように準備することが一番おすすめだと思います。小学生に選ばれると、なんかその スタンフード進学後、何か学生生活で財団から求められる責務ってみたいのはあるんでしょうか財団からは将来、グローバルな視野を持ち、各分野をリードし、日本社会の発展に貢献できる資質を持つ人物になることが期待されます。また、財団の広報活動やコミュニティ構築などにできるだけ協力することが求められます。 小学生同士のリアルな交流会もあるのかということと、なんか他にの方はどういったバックグラウンドの小学生がおられましたか実際の交流ありますね。日本での食事会や、まあ、キャンパス訪問時に遊んだりすることがあります。とあとは財団生との総合会や合宿などさまざまな楽しいイベントもありますと。小学生のバックグラウンドは様々で、 日本の公立高校、私立高校、インターナショナルスクール、えー、海外在住の生徒など、さまざまな環境からの、えー、小学生がいます。その屋内正しい財団の奨学金にまあ出願する際の注意点があれば教えてください。出願要件が多いため、それらをよく確認することが大切です。親の課税証明書など、えー、必要な書類を用意するためには、親との適切な コミュニケーションを取ることが重要です。また、えー、自分の夢を明確にし、それを実現するための具体的な計画を立てることをお勧めします。そして、最も重要なことなんですけど、将来どのように社会に貢献するかを考えておくことが必要です。You are